とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もいいものが2つ出るまでやめられません。やっていきましょう。どれぐらいで終わるんでしょうか。わからないね。最近はちょっとね、早めに終わる気がしてるんだけども、どうだろう。ちなみに今朝です。朝はね、出にくいんだ。朝出にくいのよ。夕方がベストなんだけどね。まあとりあえず今日の一発目のアイテムなんでしょうか。一発目から来たら素晴らしいと思ったけどもダメだ。一発目から来ればよかったけどな。はい、まあとりあえず2つ出るまでやめられません。あー、なるほどね、なるほど。タワーでね、ちょっと裏技見つけたけども、この裏技やるとパワーが上がっちゃうのよね。なのでこれはちょっと発表できないわ。めちゃくちゃ簡単な方法でパワー上げれる。うん、でもね、パワー上がってるのをね、あんま入手してほしくないんだ。なので伏せておきますけども、パワーを簡単に上げる裏技あるよ。うん、めちゃくちゃ簡単。発表しないけどね。とりあえずこれでいきます。1個目いつ出るかな。一応出たには出たんだけども、微妙な感じかな。黒狼のクールダウン付きで、エンチャで、まあ毒フォーカスだろうね。毒フォーカスで怒りを使っていく感じか。で、一番右が、微妙なんだよな。でもまあ防具にクールダウンがつけば、まあワンチャン当たりっていうところがあるので、これでいいんじゃないっすか。とりあえず1個目、黒狼の鎧クールダウン、これにしときます。では2つ目、すぐ出てほしいな。ピグリンの誇りってもしかしてこれ使えるかな。貫通ボルト打つんだよね。でもこれ3回に1回かな。もしもこれが毎回貫通ボルト打つっていうならば、ダイナモと合うんだけども、どうだろう？ちょっと試してみましょうかね。どうでしょうか？あー、ダメか。ダメか。切れるよね？今見た感じでは。あ、切れるわ。うん。貫通が、1だから3回に1回の確率だわ。ダメ。使えなかった。これはどうでしょうかね。一番左にね、凶暴化がついてんのよ。覆われた怒り、結構敵をまとめて倒すんで、敵を倒した時に 10% の確率で発動だから、たくさん倒して 10%でやれば、かなり発動率いいんじゃないかな。で、真ん中を、虚無でも、あ、虚無がいいだろうな。ガードストライクで、耐久を上げてもいいと思うけども、ちょっと悩むところ。で、一番右はクリティカルか。爆発でもまあ悪くないと思うんだけども、全然使えるんじゃないですか？これは良くない？で、弓、これもね、クールダウン編成だけども、普通の弓はまあいらないかな。追われた怒りはね、なんか欲しいっていう人が結構いるっぽいので、まあ数持っててもいいかな。確かこれで4つ目か5つ目だもんね。ちょっとこれもらっときましょう。はい、戻ってきましたね。アイテム欄調べてみましたら、怒りこんだけあったね。9本。で、下3つは、251までのやつ。で、上6個が263だわ。全部何かしら使えるやつになってます。めちゃめちゃあるな。こんなにいらないんで、まあ、欲しい人いたら、今度生放送の時とか配ろうと思います。めちゃくちゃ余ってるよ、これ。
はい、ということで今日もやっていきました。2個いいものが出るまでやめられません、今日は比較的早めに終わることができましたね。で、アイテムがもう本当にいっぱいいっぱいに、なってきてます。生放送もね、ちょっと週1にやっていこうとちょっとしてますので、よろしくお願いします。その時に、まあ、全部じゃないけども、まあやれるやつは配っていきたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。